コンポポン綿毛です。今回はポケットモンスタースカーレットバイオレットのダウンロードコンテンツ、緑の仮面で捕まえることができるおたちの色違い厳選の方法を紹介します。簡単でめちゃくちゃ可愛いので皆さんもぜひ捕まえてみてください。場所は水力タウンのすぐそばのアップルヒルズです。こちらがアップルヒルズなんですけど、まずはピクニックでサンドイッチを作ります。レシピはこちらです。サンドイッチを食べたので早速厳選していきます。朝の時間帯だと違うポケモンも出るんですけど、夕方から夜だとほぼおたちしか出ないのでおすすめです。夜は大量におたちが湧くのでピクニックキャンセルもおすすめなんですけど、遠目だと見逃してしまいそうなので、個人的にはうろうろしながら厳選する方がやりやすかったです。早速おたちの色違いがいました。開始1分30秒ぐらいで出ました。やばくないですか？めちゃくちゃ簡単です。黄色でめちゃくちゃ可愛いです。とりあえずキノコの胞子で眠らせて峰打ちをしたいと思います。皆さん、捨て身タックルには気をつけてください。気を取り直して探しに行きます。またいました。割とすぐ出ましたね。多分10分ぐらいですかね、あれから。今度はさっきの反省を生かして逃げ打ちをせずに捕まえます。無事に捕まえることができました。まだ結構時間が余っていたので探していたんですけど、いました。3体目ですね。こちらもキノコの胞子で眠らせて捕まえていきます。こちらも無事に捕まえることができました。結果1体は捕獲できませんでしたが、30分で3体出現して2匹捕まえることができました。捕まえたおたちをおたちに進化させたいと思います。おたちはレベル15でおたちに進化します。今回は飴を使って進化させたいと思います。ピンク色でめちゃくちゃ可愛いです。以上で今回はおたちの色違い厳選方法の紹介でした。この動画がいいと思ったら高評価やチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。